今日はお越しいただいたけども、ありがとうございます。改めてお名前は小畑陽子と申します。よろしくお願いします。奈良県の大和郡山市というところで、金魚の名産地として有名なのかどうか分かりませんけど一応名産地ということで、里に帰ったら金魚池とかが養殖池みたいなのがいっぱいあって、そこで養殖されて、ちゃんと金魚博物館みたいなのがあるんですね。はい、ありますね。はい、それで、ロンドンで、会社名は正式にはコトハコスメティックスロンドンといいます。漢字がありますよね。漢字はコト、楽器のことですね、と葉っぱの葉でこと、由来何かがあるんですか？すごく深いわけではないんですけれども正直なところ音が綺麗だったっていうのと、なんかこうなんとなくこと葉っていう音が好きだったのと、で、ちょっとこじつけっぽく聞こえるんですけれども、こと、って言ったら、音ハーモニーを出すと、その音を出すっていうのと、あと葉っぱは自然だから、こうハーモニー、自然のハーモニーみたいな、なんかそういう意味もちょっとこう添えております。はい、ビジネスを立ち上げたいきさつというのを。もともと私10代の頃からニキビにすごく悩まされたっていうのがありまして、で、ニキビがその20代になって治ってからも、そのお肌は結構いつも荒れ状態というか、で、多分その当時の友達とかも、いまだに言うんですけど、あの当時決してお世辞にも肌が綺麗いやとは言えなかったよねって、こうだから20代30代後半ぐらいまでですかね、なんかもうとにかくその常に何かで悩んでいるという状態だったんですよ。で何使ってもあんまり合わないし、で常にだからこう化粧品ジプシーみたいな感じでいろんなものを試し、で試してはダメ、かゆみが出たりとか、もうそういうトラブル続きの肌だったんですよね。で、特にイギリスなんかに来ると余計合う化粧品とか探すのが特に難しくなって、で、そんな時に自分でそのなんか酵素を見つけたんですよね。化粧品を、言うたら初めは基本的にはクリームを作るコースみたいな、なんかそういうのを一回やってみて、で、自分で作ってみたらもしかしたら自然のものだけでいいのができるかもしれないと思って、そういうのにちょっと初めは趣味的な感じで行ってみたのが初めて、そこからこうすごくハマりまくっていったんですよね、そういうことに。だから化粧品成分であるとか、ナチュラル成分とか、そういうのをもうこう自分で勉強するようになって、で、それプラス昔からその漢方とかはすごく興味があったんですよね。で、ちょっとある程度の知識があったので、じゃあこれ混ぜてみたらどうだろうかと。それはじゃあ学校では教わってないんですか？はい、漢方を混ぜる部分は教えてもらってなくて、単に基本的にクリームはどういうふうに作るかとか、で、ちょっと基礎的な化粧品成分のことをちょっと勉強したっていう、コースではそういう感じだったんですけど、それにこう上乗せしていったのはこう自分っていうか、自分自己流に、はい、それでそうやって漢方をこう混ぜ始めると、どういうわけかこう肌がすごく良くなっていったんですよね。それで結構昔から知ってる友達とかが言うようになってきて、なんか久々に会うとなんか肌綺麗になったねって。今もピカピカしてますね。ありがとうございます。そう、それでいや実はなんか、ちょっと半年ほど前からちょっと作り始めてという話をして、そしたらやっぱその友達とかもちょっと興味を、持ち始めたっていうのもあって、それでそういう友達とかに、言われたらちょっと作ってあげたりとか、そういうところからなんかこうだんだんこう口コミみたいなので広まっていって、
うん、それでこうだんだんこうちょっと回り始めたんですよね。あ、うん、だから、まあ、ビジネスとして、はい、うん、だからうん、ビジネスの始めは、まあ、言ったらそういう、まあ、趣味的なところと、うん、自分の興味と、はい、そういうのがマッチして、はい、今に至っているのかな。そうですね、はい。でそれで、ね、その当時お友達とかそれぞれ肌の質とか体質とかが違うじゃないですか、はい、それはどう？あ、そうなんですよ。だから、まあ、初期の頃はまあ、その人がまあ、希望する配合を作って差し上げてたんですね。ベスポークっていうか、まあ、いう感じでやってたので、まあ、例えば乾燥肌をで悩んでらっしゃる方には、まあ、例えば高麗人参も入れてと、あと、まあ、ちょっとオイルの配合をちょっと強く多めにするとか、そういう風に微調整、その人のお肌に応じて漢方と、オイルの、配分を調整するみたいな、もうすごいもうパーソナライズ、はい、はい、そういう感じでやってたんですけれども、まあ、だんだんやっぱりその お客様が増えてきて、やっぱ そこまでちょっと対応しきれなくなったので、こうちょっとこう細分化させて、それでもうパターン化していって、うん、でまあそう変えてからでも、まあ、そのお客さんたちも皆さん残ってくださって、うん、いまだにたくさんの方が愛用してくださっているので。なるほど。でも反対にもうちょっとビジネスが広がって、はい、その高職になってから講師の方たちに個人的に出して、はい、それでトータルケアみたいなことはできましたね。あ、そうですね。いや、そうですね、まあ、とりあえず正式な会社として立ち上がったのが去年の暮れぐらいだったので、まあ、その商品の数も、まあ、今のところまだ限られてるんですけど、やっぱり今後ね、やっぱりそうやってもっとスペシフィックなお悩みに対応できるような配合とかも作っていけたらいいなとは思ってますね。